ちは、ゆりこんにちはでーす。あ、そうですか、そうですか。どうも、冗談2人で今日はやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日何やりたいですか。今夜行動。何それ。まあ、なりちゃんのダイバーがさ、はい、売れるかどうかはさ、はい、俺は分からない。はい、あのだってもうなりちゃんのことが好きで好きで仕方ないから、うん、あのもう分かんない、うん、ただこれって違うと思う。何、全然知らない人に聞きたい、はい、あ、この曲って売れんの。第三者の意見ですね。そう、そういうこと、はいはいはい、これって売れるどうなのよっていうのを聞きたいわけ、うんうん、だから、まあ、そうなったらさ、はい、公約行動しかないじゃん。確かに聞かなって俺らの世論とは俺らの世論公約行動だからやっぱそこでこう聞きたいから、はい、まあ早速だけど公約行動で、うん、なりちゃんがダイバーを歌って、はい、俺がつくなりちゃんが、うん、この曲売れると思いますかって聞く感じ。はいはいはい、はい、で、まあ向こうからなんて言われるかっていう動画を感想を、ね、うん、はいはいはい、まあみんな売れるって言うと思うけどね。もう当たり前じゃん、感覚的には。はい、うん、正直自分的にはどう思う、うん、なんて言う、感想ですか。なんて言われる。え、かっこいいじゃないですかね。あと声めっちゃいい。お前やばいね。もう行こう。で、一個だけ聞かせてもらっていい、うん、なんで同じ服着てるの。なんか買ったから。買ったんですよ。買ったからってなんで同じ服買うんだよ。ここだよ。じゃあ一個いい、うん、その話もちょっとしていい、うん、あの、朝、まあ、下北沢でね、うん、あのラーメン食ったんですよ。ラーメン食いに行って昼か、昼ラーメン食ってさ、うん、その後に、あの二人で、前行ったじゃん動画で、うん、パチンコやってるって久々に行ってみようぜっつって、はい、したらなりちゃんがまさかの、はい、俺なりちゃん見てただけなの、こうやって、うん、なりちゃん500円だったって。そう、当たったんだよ。500円が2万円だったわけ。そう、すびっくりするでしょ。びっくりする。だから、うん、その2万でこれ買ってもらった。そう、俺らお揃いにしよう。7000円でなりちゃん買ってくれたの初めて。俺なりちゃんにプレゼントしてもらってめっちゃ嬉しい。下北ってさ、古着屋さんのやっぱ聖地だから、はい、このね、バスケユニフォームをそう変えたのはすごく嬉しいですね。だから今日はお揃いで。ちょっと待って、プレゼントみたいになってるけど、そこだけ訂正していいですか。俺が別にこれ一緒に着たいからプレゼントしたわけじゃない。いやいや、そういうことよ結局お前は俺に憧れすぎということで、だからってお前は俺の後をついてきて公演行動で世論調査したいな。それはさ、もう俺の真似だよ。ゆりチャンネル、じゃあ募集します。もしもーし、よろしくお願いします。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 これ人数待ってる感じですか。そうですね。あ、了解です。ちなみに今喋ってたどなたですか。どなた、え、何が。あ、ババアです。あ、これか、腰痛持ちのババアさんすごい名前。あ、そうあの、突然なんですけど、ちょっと僕アーティストやってまして。ちょっと歌ってもいいですか。はい、いいですか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと新曲歌いますね。感情的に溺れてたい中、一個深くに向くったダイバーも君しか見えない、気づきになってた片道、自分の息を吸った、君に会いたいんだ。すいません、今の曲売れると思いますか。え、今の曲売れると思いますか。あ、売れると思いますよ。お、本当ですか。よかったですか本当に売れると思いますか。え、でも声的にはめっちゃ好きな声だった。うわ、最高。なんか音が小さかったからあんまり聞こえんだけど、マジでありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今のは僕の新曲、ダイバーっていう曲なんですけど、サブスクも出てるんで、とミュージックビデオも YouTube に出てるんで、ダイバーって曲です。ダイバーか。ダイバーです。なり、ダイバーで。了解。ぜひ聴いてください。ゆりチャンネルって動画に、あの、この荒野行動の動画上げてもいいですか。ん、あの、なんて、もう俺は全然。なんて言いました。ゆりチャンネル。どう、ゆりチャンネルですか。え、はい、ほんまに言うてます。え、嘘、本当に、ま、本当です、本当です。え、やばくない。嘘。え、知ってますか、ゆりチャンネル。見てますか。あ、マジですか。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、もう、いや、ちょっと知らんふりしよう。
なんでやねん皆さん今日はライバーが売れるって言ってくれたのすごく嬉しいです。はい、マジで嬉しい。何の曲が好きとかありますか？ちなみにドライフラワーとかね、やっぱり。わかりました、聴いてください。恋も雲も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色褪せる。え、本人が歌ってマネージャーさんがやってるのか。マネージャーじゃないですよ。マネージャーじゃないです。チャンネルメンバーのなりくんっていうのがですね、あの新曲のダイバーという曲を出したんですが、はい、あのすごくあのいい曲なので皆さんぜひ聴いていただけるととても嬉しいです。お願いします。それでは荒野行動を一緒に楽しんでください。普通にこれびっくりするんだろうな。普通にこうやって喋ってて動画いざ上がってみたら二人ともタンクトップなんですよ。ワンチャン1位あるんじゃないですか。ワンチャン1位あるな。これダイバー売れるな、まあ、これで1位取れたらダイバー売れますよ。ゆうさんいますよ。俺もういいよ、倒せないから俺は。あ、それじゃない。あ、来ちゃう。ここ仕方ねえ、本気出すか。言うねえ、やっちゃってください。救助してください。あははは、やられる。このゲームむずすぎるわ。バリ楽しそう。やられた。あ、死んじゃった。やってもた。よし、あ、勝った。俺は死んだ。勝って。皆さんありがとうございました。ゆりチャンネル、なりちゃんのダイバー売れるってよ。いやー、マジで褒めてもらえた。うん、よかったよかった、うん、あと一人ぐらい聞いとこよ。そうですね、うん、よろしくです。お願いします。僕は歌手やってるんですけど、なりって言います。マジで。じゃあの新曲出たんで聞いてもらっていいですか。お願いします。いいよ。アルアス、聞いてください。感情的に溺れてたい中、愛を深くにむくったダイバーも君しか見えない。好きになってた片身、自分の息を吸った、君に会いたいんだ。ありがとうございます。いい歌ですか。どうですかね。感動して泣きそうになった。マジっすか。売れると思いますか。いや、分かれへん。すごいのだった、あんまり。ライブとかはしたことないんですけど、いつかこの曲ででっかいステージ立ちたいと思うんですけど、お兄さん的には立てると思いますか。ライブそうやな。ゆうりチャンネル、はい、ということでね、なりちゃんのダイバーも最初やっぱこう歌ったじゃないですか、うん、でもやっぱ良かったね。うん、売れると思う。もうバイブス次第ですよ。いや、おもろかったな。今どんなバイブスでやってんの。今ですか、うん、見せてごらん。マジぶち上げよ。ほーいこれ。でもさ、はい、今日さ、うん、500円でパチンコ当てたやつだよ。まあそうですね、バイブスぶち上がってる。ぶち上がってるよ。曲だってさ、真剣に歌ったんだろ。そうですよ、ダイバー、うん、皆さんもぜひこの服買ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんダイバー聞いてね。バイバイ。チャンネル登録お願いします。